便利ですよね。本にプリンターいらないかもしれないですね、もしかしたら。いや、本当に本当に。10円かかるのでかいけどね。はい、ということで皆さんこんにちは。2019年の3月の20日かな ?20 日水曜日。時間は15時49分です。あとは放置です。じゃあ会議始めます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ということで、今日が、2回になります。ありがとうございます。いいっす。で、たくみさんが今回から参加ということで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、前回のおさらいなんですけれども、僕がよしくんと、新宿で顔合わせをしました。これもうバンバン書いちゃってっていいんで。で、議題は、機材のこと、資金集め、スタッフ集め、で、脚本について。で、主に脚本のことについて、僕がレクチャーを受けた感じですよね。うん。どうしてこうっていうことで。っていうことで、やりました。で、どちらかというと会議というよりは、顔合わせのニュアンスが近かったと思うので、特に資料もありませんでしたし、だから今回からだと思って OK です。大丈夫でしょうか。はい。で、今予算についてなんですけれども、今回の映画っていうのが300万の資金を、で、映画を制作するっていうことで、始めてます。それはまあ、伝わってますよね。大丈夫ですよね。で、いろいろ考えたんですけど、一口10万円からっていう、俺のそのクラウドファンディング使ったりとか、花火でやるっていうのがうまくいかなかったり、叩かれたりしたから、じゃあスポンサーと配信の部分は切り分けようということで、で今別個でやってます。で、一口10万円からスポンサーを募って、30口の300万の支援を達成することが現在の目標となってます。で、ここ、スポンサーに対するリターンが3つ用意していて、エンドロールにクレジットの記載を、要は名前が載ると。で、その部分が個人名、ハンドルネーム、企業名、屋号など選べる形で。で、もちろん一口一人、一枠っていう形でやろうと思ってます。で、仮に2口とかあった場合とかはどうしようと思ってるんだけど、2つの名前入れられるようにしてもいいし、大きさ、でかくするでいいよね。そうです。どう思います？まあどうなんですかね、うん、なんか得点変えるかですよ ね、 やっぱね、得点変えるか、大きくするってあんまないんでだよね、うん、今回も別のそのあれでクラウドのでいくら以上の人はエンドに入れるっていうのがやっぱあるんで、うん、まああとはまあ例えばまあ本当気持ちの問題なんだですけど、うん、順番変えるとか、ああ順番ね、ただあとは、うん、この手のこのなんかクラウドとかだと、うん、大体こう一人一人というよりも3人ずつポンポンポンっていう感じでこう入れることが多いので、うん、ちょっと難しいですよね。それをまあ一人一人ずつこう入れるのか、こう3人並べて3行ぐらいに、うん、大体協力って大体一人一人じゃなくて3人とかずつこう行くんですよね、うんうん、なんでそこをどういう風になるかですね。なるほど。口数が多い場合どうしていくかっていう、うん、場合。それはじゃあおのおのなんかアイデアがあったら LINE で言っていただければ次とかに修正したりしていきましょう。で、3つ特典用意してます。で、エンドロールにクレジット記載と、あと脚本を作った時に、まあこれ完全におまけなんですけど、演者側とスタッフ側が持ってる脚本を、まあサイン書いてあげて、でプレゼントっていう、まあだから物的な部分ですね。あとはエキストラ出演、本人の希望があれば本人がまあエキストラで出れるっていう、うん、もしくはまあ配信者を募って映画を撮るので、まあ自分は出たくないけれども自分の囲ってる誰々さんに出てほしいっていう権利、まあ、これ行使するもしないも OK で、中には問い合わせがあってエンドロールに名前記載しなくてもいいからっていう人もいるんですね。だからそこはまあ希望しない人は希望しないで OK かなって思ってます。はい。で、これが予算についてなんですけど、何かあれば質問、ご意見などあればお願いします。まああとよくあるのは、あれですね、うん、なんかこう、現場を見に行きたい。現場って結構、うん、結構ね、なんか、前クラウドの人と話したには、うん、その特典で現場を見に行けるっていう特典があるだけでも、うん、結構いいんだっていう話はね、聞きましたよ。見学。なかなかそういう
現場って見れないじゃないですか、映画の撮影現場とかって、うん、だそういうの見たいかなっていう人も結構いるみたいなんで、うん、なるほど、まあ、金額はもう10万円っていうのがフィックスであればまた話あれですけど、うん、例えば、ね、もうちょっと安い金額でも、うん、例えばじゃエンドロールと現場見に来れるとかそういう、うん、っていうのもなんかね面白いっていうのはね前に聞いたんで、なるほど、まあ、参考まで程度ですけどね。なるほど。例えばその10万のリターン、僕その値段は10万でいいと思ってるんですよ。クレジットが多分一番記録に残るし、やっぱりその支援したって感じが残るじゃないですか。だけどその口数がもっと1万とか5000円とかで参加できるのがあったらいいのかななんても思ってるんですよね。これプラスどうなんだろう、最低の額を下げるのか、なんかどうしようかなっていうアイディアがあれば。よくあるのはなんかね、あのDVD とか、DVD よくねありますけどね、聞きますけどね、それをあげるとか作るとか、DVD をあげるんだ。うん、DVD をあげるのありかもね。まあ最低でもでも1万円ぐらいからですかね。まあそうですね。うん。うん。DVD もあるか。メンバーを見学したい DVD。あ、でもモノ、まあ、ポスターとか。ポスター。あと。よく最近流行りはなんかラバーバンドとか、はいはいはい、要は物販だよね。物品ですね。物品。うん、何個か物品作るんであれば、うん、例えばじゃあそ、例えばじゃあ T シャツと、うん、ラバーバンドとタオルとかあったら、その中から好きなの1個とか。なるほど。粗品だ。が粗品。粗品っていうか、なんか、うん、プレゼントみたいな、うん、どう思います、小口のやつ作った方がいいですかね、10万円より下のライン参加し。10万って僕の単純な感覚ですけど、うん、どうなんですかね。なんかそのでかいですよね。でかいでかいけれども、そのなんていうのかな、例えば1万円を300人集めるのと、まあ結構その本格的に無料で作るにしては本格的に動いてるわけじゃないですか。でちゃんと映画館で上映しようっていう部分があるんで、そこはその、なんつうの、ちゃんとクレジットが乗るところに関してはしっかり動きたいっていうのがあるんですね。自分としては。うん、で、まあ、うん。だから、その、でかいっていうのを逆に、うん、しっかりとした担保っていうか、そういう部分で。あ、で、まあ、現在の支援なんですけれども、まあ、30口300万に対して、今一口スポンサーさんが来てますので、僕がこれ預かってます。分の1ってそういうことなのか。そうです、うん、あのそうですね、30口のうちで1口が今来てます、はい、でこれは、まあ、何に使うのかはまあ保留で、うん、今のところ。まあいいや、次いきますか。何かありますか。これあ、というか金額ね、ミニマムの金額どれくらいから出資できるのか、うん、まあ、結構3000、5000円、1万円、1万5000円、3万、5万、10万、うん、15万、20万とかって感じですよね。なんとなくクラウドのイメージって。ですね、うん。で、マックスは10万でいいかなって。うん、10万何口かっていう、うんうん。結構映画とかだとね、100万ぐらいまで作ってたりしますよね。うん、なるほど。枠はね。結構でかい、うん。で、なんか映画招待とかあるんですかって言ったら、そこは別にさ、1800円払って見に来りゃいいわけだし、そこはどうなのかなとか思って。なんかね、うまい仕組みがあれば、まあ、DVD1 万円でプレゼントするっていうのは DVD すれますもんね、別に。 DVD はできますね、うん、まあ、今プレスしてもそんな高くないんですよ、 DVD って、うんうんうん、なるほど。 DVD 結構僕はありかなと思ったんですよね、うん、まあ、現場見学もありですけど、どうなんですかね、うん、まあなんか、うん、そういうのは結局なかなか見れないから、そういうの見たいがためにっていう人も、その別に映画には興味なくてもそういうのが見たいからっていう人も中にはいるらしいっていうのをクラウド の担当の人から前聞きましたね。なるほど。なかなか見れないじゃないですか、やっぱり見たくても見れないですね。結構それもちろんその10万円っていうものに対してじゃないとは思いますけどね、もちろん。だったら現場見学、要は本読みの段階で稽古つけるじゃないですか。その時をリスナーさんでスポンサーっていう形じゃなくて見学料として取れるっていう部分で採算を、イベント化してもいいかもしれないですね、うん、
本番はどうするかは置いておいて、例えば配信者の人が何人か集まってこういうところで傾向をつけるわけだから、その配信者にリア突したいっていうモチベーションがあると思うんですよ、リスナーさんは。だからそこに対して入場料を取ってスタジオ代とかペイしたりとか制作費に当てるっていうのは一個ありなのかなとは思いますね。これ検討しておきます。うまく物品とかポスターに関しては予算組んでなくて、上映の時にもう一回考えようと思ってですね、今作ることを考えようと思っていて、ということで、まあ今こういう風な状態だっていうことがシェアできたと思うんで覚えておいてください。で次、機材について。でこの一口10万円とは別途に、僕が配信で、花火を投げていただいて支援していただいたのが32万円分、約32万ですね、あります。でそれはもう全部機材に購入して、まあ、ご存知だと思うんですけど、ソニーの α7 と標準カメラとメモリーカード等々を、買いました。なのでこれは、サブカメなりなんなりスチールが必要なシーンとかに使えると思うので、把握しておいていただければと思います。で、まあ個人的に必要だなと思ってる機材っていうのは、編集用 PC、 広角レンズ、今の倍率よりも高いズームレンズで明るさ確保する単焦点レンズと ED っていうのを、ごめんなさい、これ打ちミスですね、照明が欲しいと思ってますね。 LED か、 LED の照明、うん、でレンタルで代用しようと思ってるのは、まあビデオ三脚、照明、ジンバル、音響機材一式かななんて思ってます。で、あと、その、ヨシ君が今、使える機材とかが、その辺とかをすり合わせていかないとなと思っていて、さっきの話につながっていくんですけど、どうすか？いや、基本的に何でも使えますよ。ありがとうございます。今、なんか持ってるものとか。いや、ここに書いてあるのは全部多分いけるかな。持ってる。まあ、だから編集用 PC とかその辺は結局、ね、うん、編集する場所になっちゃうんで、うん、それはちょっと難しいですけど。難しいよね。だから編集用 PC はだからこっち側で用意すると。か、もしくは分担で作業するかで。うん。うん、で、三脚はある。照明もあるんですか？照明もありますけど、うん、だからどの程度の照明かっていう、その、うん、例えばもう外でね、ガンガン当てるんだったらまた話は別ですし、うんうん、ただまあこういうところでやる分には何の問題もないかなっていう感じ。うん、なるほど。外で、まあその場合レンタルでもいいっすよね。うん、レンタルは僕、うん、何箇所か登録してるのがあるんで、うん、それは使えますね。ありがとうございます。じゃあ、室内の照明で普通にやる分には問題ない。問題ない、ね。室内、うん。室内照明。室内の照明はあると。メインカメラ何にします？メインカメラは FS7 かな、多分。FS7。FS7。どうします？その 4K で撮るのかっていう、さっきの時代。4K 撮った方がいいと思うんだけどな、今。4K で撮って、4K 撮影。4K 上映。4K 上映はどっちでもいいと思うんですけど、うん、4K 撮ってからどっちにもなるんで。まあ劇場で上映するのにその DCP っていうのを作んなくちゃいけないんですけど、その DCP を作る費用もかかる。 DCP って何ですか？デジタルシネマパッケージなんですけど、要はそれにしてデータ作るじゃないですか、完成した 4K の映像のなり、まあ HD でも何でもいいんですけど、それを劇場で流すためにその DCP っていうフォーマットに変換しなくちゃいけないんですよ、うん、でその変換するのは業者に頼むんですけど、うん、それのお金がかかる。どれくらいかかるんですか、この DCP？ 僕の知り合いに頼めば、うん、多分10以内ではやってくれると思いますね。10前後、うん、結構高いんですよそれ。なるほど。10前後、1分いくらとかなんですよ普通。なるほど。これじゃあ友達家族で結構安くやってくれてるのが、うん、やってくれるし、多分その中で予告編とかも一緒にやってくれるっていうか、多分それも一緒にやってくれちゃうと思いますね、そのぐらいで。もうちょっと安くやってくれるかもしれないけど、うんうん、あとかかる費用としてはそれと、うん、あとはあと エーリン取らなくちゃいけないと思うんですよね、うん、劇場流すとなると、うん、エーリンがまあ高いんですよ。エーリンいくらくらいですか？1
分3000いくらとかだったんですよ、確か。エイリンマークがないと、うん、要は映画館が流したがらないんですよ。そうですよね。待って、1分4、ちょっとね、安くなったんですよね、うん、でもそれでも。分刻みなんですか？そうですね。ちょっとね、安くなったはず。でも、2000いくらだったかな。ね、昔の1分だよね。30分尺でかける。ね、1分2460円。2460円。だから尺的に言うと73,800円。エイリン、1分、もう一回お願いします。2460円。2460円。で、30分だと、73,800円。まあ、なんで、うん、これって本編見るのがそれで、うん、題名とか基本宣伝とか、 なんか僕もこれよくわかんないですけど、僕ここまで担当したことないんでわかんないですけど、うん、それそういうのもろもろ一式で18,000っていうのもあるんで、うん、で予告編は無料とかなんかいろいろあるんで、うん、まあ10万から15万ぐらい多めに見てですよ、うん、すげえ多めに見てですけど、10から15ぐらい見とけばここで平均はまず問題ないのかなって、うん、でそれないとちっちゃい映画館って流したがらないんですよ結構。なるほど。ミニシアターのレンタルを通すための、うん、要はそれついてれば、うん、映画館責任取んなくていいじゃないですか。なるほど、うん、要はそうですよね、エイリンの問題になる。そうそうそう、なんでそれさえ取ってれば、うん、エイリンやりますかって入って言えば、とりあえずまあちっちゃい映画館でも大きい映画館でも、うん、もうそれでエイリンが認めてるっていうんで、うん、変なシーンはないだの、殴ってるシーンはないとか、例えばですよ、うん、それでちゃんとまあじゃあ G5、G18 なら18とか G15 なら15っていうのを撮ってるんであればそれで通ってるっていうのが映画館が分かるんで、それないとね結構ねどこもね流してくれないんですよ。流してくれない。じゃあここ必要っすね。DCP この2つはマスト。この2つはマスト。じゃあここの時点で25万用意しとけばいいですか。そうですね、OK です。最低でもそれは絶対マストなんで、それはもう別予算じゃないけど、まあ、一緒でもいいですけど、うんうん、これはでも、エイリンとそのデジタルシネマパッケージはこっち側で制作をした後に投げる工程ですよね。そうですね。だから制作順序的には、うん、映画作る、うん、で編集が終わったら、うん、エイリンに DVD 渡して見てもらう、うん、エイリンから番号をもらって、うん、それを今度エンドロールのケツの例えばマルシーなんちゃら説明委員会とか出るところとか、はい、ドア玉とか、うん、あそこにエイリンを入れて、うん、もう一回書き出してそれを DCP にするっていう流れですね。なるほど。そっかそっか、うん、その DCP のデータっていうのはこっち所有物になるんだけど、もちろん所有物にはなる、もちろんけど特殊なデータなんで、うん、パソコンとかでは見れないけど、見れない、なんで要はでも映画館で流すときに渡すデータ、うん、そうそう、なんでハードディスクで渡すんですけど、うん、ハードディスクをだからあと準備してそれに入れるって感じですね、うん、なるほど。でそんなでかい容量のハードディスクはそれに関してはいらない。じゃあこれはマストで必要な25万。そうですね。でもこれ喫緊ちょっと分かんないですよ、エイリンがちょっと見ただけな、うん、表見ただけなんで分かんないですけど、 OKOK、うん、大丈夫大丈夫。じゃあこの25万は撮影後の段階で必要になってくる。絶対にかかる、うん、まあでもその余分に撮っている300のうちに100ぐらいは機材で、でスタジオとあとまあもろスタジオレンタル、あとまあスタッフの宿泊であったりとかそういうのにまあかかったり、こういうのにかかるっていう部分で割いてるんで、それはその都度報告で一緒に作っていきましょう。了解です。メインカメラがメイン FS7 で 4K 撮るのの方がいいかな、今だったら。 OK、 もったいないですもんね、なんとなくね。まあ 4K で撮っておいてね、越したことはないですよね、うん、ダウンエコーディングしても綺麗ですもんね、映像。まあ全然違いますやっぱり、うん、で DCP にするときも結局 HD なのか 4K なのかってどっちかで作るんですよ、うん、でそれでもやっぱ値段は違うので、うん、まあ流すときは別に HD も何でもいいと思うんですよ、うんうん、なかなか 4K 上映できるとこっていうの少ないんで、まだ、うんうん、なるほど。じゃあ撮影自体 4K でいけますか。 4K カンパケ作っとけばあとはどういうのもあるんで。了解です。じゃあ撮影 4K で決定で、で室内照明は照明的には OK で、機材についてはあとなんかこう
どうしていこうか。2カメ、サブカメ僕でいいですか？うん、2カメ回すんであればいいと思いますけど。で、それちょっとこだわりなんですけど、アルファ使いたいんですよね、やっぱり。うん、そのリスナーさんからせっかく支援もらっていて、うん、で、このシーンはみんなで買ってくれたアルファ撮ったんだよっていうのが恩返しになるんで。うんうん、ジンバルのシーンとかはアルファが逆にかもしれないですね。そうですね。アクション入れたいんで。もしかすると。そうですね。FSM 乗らないんで、ジンバルに。あ、そっか。え、M でも乗らないですか？ M でも乗らないですね。で、もしそれ乗せるんだったら、うん、ステディカムっていう、うん、こうなんか、すごいこうバネみたいのついてるやつを借りてもらうしかないか。なるほど。じゃあ、アクション担当するのはソニー、サブのサブカメ。サブカメはアクション専用とかね。そうですね。サブカメはアルファ。基本的にワンカメで、レンズも多分1、2本で成り立つと思うんです、映画って。うん、実際問題、うん。うん。あのね、多分ね、それさっきも話してたんですよ。で、あの、結構遊んだり、結構動いたり、結構変装、要はイマジナリーライン無視したようなこともやろうと思ってるんですね、色作りとか。うんうん、だから、まあ、サブは据えておきたいかなっていう、編集上のっていう。展開早くしたいシーン。で、見せるシーンは逆に、そう、かっちり撮ってるよっていう、その、プロがっていうところは、その、ヨシ君にも全面的に動かして、ただ、わざとぐちゃぐちゃさせていくかもしれないです、後半。アクション多めに。なんかすごい。なんかすごい。なんかすごい。こうなってなってる。こうなってるんですよ、配信画面。コメント誰がコメント書いてまあじゃあ機材あと何かあればまあ、分かんないですだよねあのカメラのことは分かんないです映画のことも分かんないですでじゃあ次スタッフについていいでしょうか、はい、議題さんスタッフについてで、全体的に20名規模のスタッフを予定しておりますいればいるほどありがたいですけど20人ぐらいで動くと思っていてください。スタッフです。で、一応名前便宜上で分けるために、専門的な知識を有する人をメインスタッフって呼んで、で、ボランティアスタッフで、集まってくれた人はアシスタントスタッフっていう風に呼称しようと思ってるんですけど、大丈夫でしょうか？はい。はい。で、スタッフとか演者の組織図、今度作っておきますので、そちらでお願いします。で、今必要としてるメインの、要は技術が必要な人で、どうしても欲しいの、助監督照明音響っていうところですかね。あとメイク。メイクさんは手伝ってくれると思います、多分。これぐらい必要ですよ。今からだけ。ちょっとこれメモっていいですか？写真撮っていいですか？いいですよ。引くでしょ。大変か。いや大変だよ本当に。ありがとうございます。こっちもですよ。こっちも。いや、あ、ないと思います。すげえな。ミスってる。企画、制作、脚本、監督、撮影、録音、監督、助監、照明、メイク、メイク、スチール、制作助手4人の美術、声音、音楽、効果、編集。オンラインってなんですか？オンライン編集ですね。最後の、うん、要はグレーディング5の。ああ。ここオフラインなんですよね。なるほど。うん、まあこれちょっと、うん、なんか書き方が今っぽくないんですけどね、これなんか。うん、パッと見は。すげえな。ありがとうございます。これと。これ了解です。これの一覧は多分作った方がいいと思いますね。わかりやすく。そうですね。じゃあ組織図のところに今、まあ図でチーム分けしちゃいます。音響だよな。音メイクも多分2、その撮る内容によりますけど、
2人ぐらいいた方がいい場合も結構ありますね。同時にしてもらえるっていうのもあるんで。あ、そっか、人数、うん、メイクはだから2人ぐらいいると結構いいことが多いですね。まあそうですよね、メイクさん大変ですもんね、うん、あとはそうね、あとはその監督以外にその、はい、制作進行として動いてもらえる人、うん、制作進行、制作周り、例えばじゃあこういう、例えばこれって多分監督がこういうの作るでもいいんですけど、まあ、これ作るの多分違うと思うんですよね。わかる。だったらなんかその制作進行的な人とかがいると、うん、プロデューサー的な、うん、まああの匠さんがねそういうのやられてもいいと思うし、うん、逆にそういうのをねやってくれるみたいな、これだけで2時間かかるから、まあとでそういう話もいいかもしれないですし、わかるんですよね。そうですよね、うん。ちょっと上からなぞっていくことですけど。うん、でも撮影で音響って大体これ録音っていうんで、これは録音の方がいいかもしれない。録音要は大体撮影部録音部とかで分かれるんで録音、うん、そか俺がライブハウスの森で書いちゃって録音そうですね。で助監がいて、そっか表面に行くスチール、そうね、スチールは結構あった方がいいかもしれない、うん、っていうのは多分ホームページ載せたりとか、うん、ツイッターだの、うん、なんだ載せたりって時に本編中に撮ってくれたりとか、うん、バックステージ撮ってくれたりするスチール、そうだよ、ね、スチールが一人、うん、あでもね、うん、スチールいるかも、メイキング班的な感じで、うん、スチール、ね、それこそ趣味で動画とかやってる人とかでもいいと思うんですよね、うん、メイキングとかで、うん、でスチールと動画で11ぐらいでいると、うん、結構後々使いかもしれない、うん、その DVD の特典に入れたりするとか、動画もじゃああった映画の本編のカメラマンじゃなくて、あの動画を撮ってくれる人で、さらにあのまた分けるとスタッフいっぱいになっちゃうんで、うん、例えばそのメイキング撮ってくれた人にメイキングの編集 も任せちゃう、なるほどなるほど、またそれ用に一人編集立てると多分大変なんで、うん、そういうのもなるほどなるほど、本編とは別に担当してもらうっていう感じが、うん、これでもいるかもしれないな、もしかしたら。それはやっぱほらスタッフを映り込んだ映像だったり、うん、要はこれを俯瞰で撮ってるってことですよね。こういうのを撮ってますね、ここから本番とかね、うん、あれですけど、オッケーオッケー。あとはまあ小道具関係とかもね、実はね結構大変だったりするんですよね、小道具、大道具、うん、了解です。あと車関係、車は匠さん免許を出せる、車はある、運転できるよね、うん、免許あるんでしたっけ、よし、あります、あります、運転できます、運転はできる、じゃあ車を免許車があれば、うん、あれば OK、うん、免許はよし君と、よし君と匠さんで、意外とその車都内って止められないじゃないですか、うん、だからそこに待っててもらうだけの人とかも結構、そうだよね、だ制作スタッフって結構重要なんですよね、うん、なるほど、そうだよね、要はそこにいるだけでもう助かるんだもんね、そうなんですよね、うん、ボンにいてもらおうか、荷物ボンちょっと車見張ってろっつってね、荷物とかボンって立てばね、うんうんうん、公園に置いてどっかうちらが行っちゃうってこととかもあるじゃないですか、うん、結構見張りってすげえ重要だったりするんですよね、だからそこはそのアシスタントスタッフさんを何名か募ってそこでやってもらうっていう感じ、ね、了解です。シネマプランナーって知ってます？わかんないです。シネマプランナーってサイトがあるんですけど、はい、そこをシネマプランナー、シネマプランナー、シネマプランナーズランナーってとこがあるんですけど、そこって、はい、なんだろう、こういうスタッフとか募集をかけるんですよ、なんか、うん、載せてもらうのかちょっと分かんないですけど、うんうんうん、そういうとこで、スタッフ、うん、こういうのやるんだけどっていうんで募ってもいいかもしれないですね、なるほど、うん、了解です。今がまだ1時間経ってない、よし OK です。じゃあスタッフについては引き続き頑張ります。はい、集めます。お願いします。もしなんか協力してくれる人とかいたら声かけてください。はい、お願いします。で、演者について。で、正式な公募はかけてません。今のところ。ただ、40名ぐらいの配信者から出演希望があるという状態なので、まあ、一人一人オーディションをして、演技を見たときにみんなで決めて、役を。で、やろうと思ってます。で、ここ重要なんですけど、資金とスタッフと脚本が揃い次第オーディションを正式に打っ
ってっていう感じで打っていこうと思います。大丈夫でしょうか。はい、はい、お願いします。多分ね、演者はいっぱいいます、出たい人。あの仲間ら目立ちたがり屋だし、どちらかというと配信者が映画やったみたいなノリで打ち出していくと思うん で、はい、で基本的には断りません。どんなに演技が下手でも、あのそれが方針です。で一旦休憩します。OK です。はい、はい、ということです。じゃあ一服します。発酵するんですか。吸わない、吸ってきていいですよ。じゃあみんなどうも、
今話したんだよ。うまいもん知った、ありがとうね。で、本題いきます。充電されてね。見えてる？みんな頑張ってるよ。で、演者について終わったと。終わったと。で、脚本についてですね。基本的に僕、絵コンテベースで作ります。一旦。で、本にする段階で、よし君にまたご相談していいですか？はい。この前教わったように。コピー。何でしたっけ？本のテンプレートを。ああ。一回僕、バーって自分なりに作ってみて、セリフと絵とカメラワークとか全部起こしてみて、その上で文章の部分だけバーッとコピーペーストしていって、でどうするか製本するっていうやり方でいきたいと思います。で、今回考えてるのがその3つのストーリーを並行して物語を書くっていう部分なんですけれども、カメラのタッチ変えたいんですよ、ここで。一つは部屋の中の話、部屋で、一つは、サスペンス調、もう一つ恋愛の要素入れたいんですね。で、この前見せていただいたよし君の撮影したやつあるじゃないですか、ああいうタッチでフラットに綺麗にカチッと撮るのは恋愛の方、で、なんかサスペンスの方もドロドロと暗い感じとか、部屋の方、こっちの方を遊んでいきたいなっていうふうには思ってますね。で、今自分がちょっとそのショートフィルムであったりとかちょっとやってるんですよ、別件で。とあと捨て頃とかがあるんで、ちょっとこの辺については、時間ください。頑張りながらコツコツ作っていきます。なんか盛り込みたい要素とかあったりしたら、なんかこういうアイディアとか、こういうカメラワークとか、こういう技法をやりたいとか、なんかそういう部分とかもざっくり話し合っていきたいなと思ったんですけど、なんかこのサスペンスの部分でアクション入れたいんですよ。で、ここでジンバルワークでバーッと動きまくるような絵が撮りたいなと思ってるんですよね。全然かかるんですね。もう撮影、まるっきり。こういった話くっつくんですか、最終的に。くっつきますね。くっついたんだかくっついてないんだか分かんないように作ります。だから見てる視聴者からすると、30分の映画で3本の映画、3分のショートムービー見せられてる感じなんだけど、全く別の主人公を立てるんですね、配役は。だけど本当は一人の主人公の話だったっていう構成ではあります。はい。部屋の話、部屋から出る男の話っていうのが、サンズの川、あの世で、サスペンスが現在で、恋愛の方の話っていうのは前世に近いのかな、っていう設定ではあるんですけど、そこをストーリーに織り込むの、要は説明させるのかって言ったらまだ迷ってますね、最後のセリフで。で、今持ってるアイデア、このストーリーはストーリーで脚本書いて見せていくんですけれども、最後の最後にそれを作ってるもう一人の主役を立てようかなと思っていて、要はこれを作ってる物書きの話として最後フラッシュバックさせてっていうのも考えてますね。最後のワンシーンだけっていう。前の人は運営
運営ではないよ。一緒に映画作ってる人、たくみさん。たくみさんちょっと映っちゃってるけど、いいよね、もう。今更だよね。もう付き合い古いんですよ。みたいですね。うん、なんか、4年ぐらい ?5 年 ?4、5年ぐらい。4、5年ぐらい経つんだよね。たくみさんはつっても。まあなんか、こういうのがやったら面白いみたいなのがあったら、ドローンとか持ってるんですか？ドローンありますよ。マジですか？室内だったらドローンで飛ばしてもかっこいいかなとか。やっちゃってますよね、もうね、ドローンがね。だよ。お、いたまはいらっしゃい。何の映画作るんですか？一番困る質問だよ。こういう時って何て答えるんだろうね。まあだから、予算、人集め、脚本の3つっすよね、今。そうですね。うん。本当にやっていかないといけないの。スタッフもさっき言ったところに載せれば、うん、でもそれまでに、それ載せるときにはなんとなくね、イメージ固めて書かなくちゃいけないじゃないですか、結局。こういう映画撮る、うん、都内でこういうの撮るからっていうんで集めるんで、うん、なんとなくやっぱり、脚本というか、概要は。概要は作っておかないとね。うん、スポンサー集めるにもね、こういうのやるんでっていう概要はやっぱあった方がいいと思うんですよね。うんうん、概要、うん、書面だよな。なんかあれですよね、うん、パワポとかでこう横でこう、じゃあワードフィルムって書いて、うん、2ページ目には、うん、例えば、恋愛とサスペンスをなんとかのうぬんかんぬんみたいな、うん、要はプレゼンをするための資料、プレゼン資料だよね。で出てくれる演者の写真とかも出演予定とか未定だけどっていうんでこう何人かこう載せる、うん、例えばじゃあなんとかの配信で、うん、ツイッターフォロワーどれくらいあるとか、フォロワーナンバーワンとかわかんないですよ、例えばね、うんうん、いたばば出たい OK、 喘ぎ声必要ならね、うん、なんだと思ってんだバカ野郎っていう頭が出てね。そうですね。じゃあプレゼン資料も作っておきます。それが多分あると、うん、多分いろんな面ですげえ便利だと思う。便利使うのに、その映画館持っていく時もそうですし。そうですね。絶対に企画書くれって言われるんですよ。うん、了解です。で、そうか、映画撮る時に台本も出さなくちゃいけないんですよ、うん、確か 3冊だったかな、出さなくちゃいけないんで、やっぱり3冊別で3冊、同じ内容の3冊、もちろんもちろん同じの3冊渡さなくちゃいけないんで、やっぱり本もちゃんと作んないとだよね。うん、OK、 3冊必要と、エイリン OK、 3冊製本するコストも考えないといけない。そうですね。これなんか、これなんかさっきのこれなんか多分ほぼ手作りだろうなんで、これそう、これ自分で作ってんの？いや、わかんないですけど、これ製本出し、これ多分ホチキスで止めて、あ、自分でやってるね。なんかね、うん、製本テープかなんか巻いてるんだと思うんですよね。あ、でもこれでもいいわけだね。これでもまだいい方だと思いますよ。うん、あ、そう。うん、両面コピーにもなってないようなのとか、うん、ある。ひどいのありますよ、たまに。オッケー。じゃあコスト下げるために自分たちで安くね。そうですね。でもいいし。頼んでなくはないですけどね。まあまあするんですよね。でも3万ぐらいだったかな。まあそれくらいで作れるなら、うん、結構ほら、うん、ま、冊数必要じゃないですか、うんうん、だから分けてもいいですけどね、その、うん、なんだろう、これね、あ、そうだ、脚本の人と、そうだ、脚本の書き方で俺相談があったんだけど、うん、1回この3つの別パートをショートムービー帳に3冊作っていい、あ、で、うん、編集の段階で混ぜるっていう感じでいいかな。ああ、なるほどなるほど、いいですよ。うん、うん、じゃあそれは、あの、一冊にして、うん、間になんか色紙かなんか入れて分けちゃうのが多分分かりやすい、うん、OK です。多分了解です。じゃあ作り方としては、映画の進行上の映画のタイムラインじゃなくて、物語のタイムラインで作りますね、3つ、はいはいはい、で、編集の段階でやります、混ぜます、
その方が多分演者さんやりやすいですもんね。演者さんもスタッフも混乱しないですよね。やすいと思いますね。うん、4K も6で撮るの？ 4K も6ですね。6。え、これソニーなの？ F。FSM6、そうですね。なんで、アルファ7もログ撮れるじゃないですか。S ログ ?S ログ。2、3。3かな。3ってアンド強いんだっけ？広いですね。あの、うん、上がもっとこう広くなってる感じですね。アンブも多少いいんでしょうけど、うん、上がもうちょっと広いんで。3の方が新しい企画なんですね。3の方が新しいですね。S ログ3か、じゃあ。多分、アルファ7も3入ってる方が。入ってる。俺がね、まだ2しか使ってなくて。あんま変わんないですけどね、その、使い方は。うん。うん、S ログ3で撮影で。はい。で、ラット当てて、まあ、ラット、まあ、そうだよな。ラットで作りから、うん、やっていくから、まあ、まあ、後でどうにでもできるんだよね、今。そうです。まあ、現場で、作りながらラットは行こうかなと思ってるんで。じゃあ、そのシステムお願いします。ある程度簡易、ラットを当てるんじゃなくて簡易的に当てるってことでしょ？そう、簡易的に当てて、うん、その場でなんとなくの雰囲気は見れるようにして、うん、でそれは全部取っといて、うん、芯ごとに、うん、でそのラットを持って帰って、持って帰って、うん、調整すると。それダビンチに入るんで、それを一回ノードに入れて、おでそこから微調した方が多分早いかもしれないです。それ、じゃあ現場でモニタリングやってくれるってことは、よし君が。やりますけど、その分、多少は時間余裕持ってもらいながらって感じですね。了解。パツンパツンだとできないんで、そんな時間かかるわけじゃないですよ。うん、ただ少しは普通よりはかかるっていうぐらいのイメージ。了解です。まあでも、すげえ助かるな。現場でラット当てられる。なんか買ったって言ったもんね、そういえば。そうですね。あれはね、何回も使ってるけど結構いい。いいね。オッケー。じゃ脚本に関してはよし君あんまり、脚本は僕ね分かんないんで、それはもうお任せかな。カメラワークで取り入れたいとかはなんかあるんですか、技術的にっていう。まあ内容見てみないとなると分かんないですね。うん、うん、そうだよね。なんだろう、ね、っていう感じで、これ現場前これ映画撮ったわけですけど、これ、うん、これでこう現場でラットで、うんうんうん、ラットこれ作ってそのまま出るんですよ。これ組んでるんだ。そう、こういう感じ。すげえ。そうそう、ここでログじゃない絵で見れるんで。あれマッカーじゃないですか。これマックですよ。マックも使うの？マックもちもち使いますよね。これマックしかないんですよ、このソフト。あ、そう。うん。了解です。まあ本ありきだよね。これは俺だよね。これは俺だよね。オッケー。了解です。うん。まあじゃあ一通りそんな感じでは。時間は僕大丈夫ですね。時間ある。了解です。あと1時間ぐらい。1時間ぐらい。6時に新宿にいればいいから全然。6時だからあと1時間ぐらい。極論5時45分ぐらいの平気なんじゃないですか。だよね。極端なこと。うんあれ、丸の内だと、すぐでしょ、ここ。うん。うん、そうね、まあ。ちょうど僕西口で言おうと思うんですけど、丸の内西口なんで。うん。あ、じゃあちょうどいいんだ。全然大丈夫ですよ。了解です。うん、あと、懸念してることって、あと何だろう。今ね、だから、ボランティアスタッフ、だから、アシスタントスタッフでやってくれる人が、うん、ボンとカイホーがいるでしょ。ボンと、あと、カイホー。カイホーでしょ。あと、ごましおさん。ごましおさんだから、1、2、3、4、5、6。で、協力してくれるっていう技術持ってる人が、あと何人かいるんで、今、1、2、3、4、5、6、8人ぐらい。でも、ね、現場はやっぱり車のこととか、交通とか考えるでやっぱもうできなくてもいいからやりたい人ですよね。動きだけ分かっててくれればっていう、うん、で例えば道路使用取りに行くってなったら結構めんどいですよ。そうですよ、うん、ですよね。なかなかそれ一人でやるのは結構大変だもんね。板場が出るのみたい。板場が出てくれるらしいですよ。
しようかな。なんとなくゴール決めてもいいかもしれないですね。なんかこう、うん、いついつまでに、例えばじゃあ、うんうん、7月までに脚本作るとか。オッケー、わかんないですけど、なんかそういう段取り。タイムスケジュール組みますか。ステゴロワンドなんだっけ、6月の23だっけ。うん、6月の23。撮影だから2020年だから、来年の夏から、夏か冬に公開したいんですよ、うん、来年の、うん、だからちょっと余裕は見てるんですね、うん、撮影って2ヶ月半で30分だったら、うん、多めに撮ってるぐらいですよね。そうですね、まあ、みんな多分毎日来れないじゃないですか、うん、だからバラバラに撮っていくと思います、ね、うん、全部でどのぐらいで撮んだろうな、わかんないけど。この部屋の話はあの部屋の中でいいですけど、外が入るやつを、はい、外恋愛入りますね、サスペンス、うん、でそのロケーション的な時期とか含めて、うん、なんかいい感じの時の方がいいですよね、うん、それこそね、春のシーンとか撮れてもあ、でも来年の春に撮れてればいいのか。春でもまあまあギリギリだけど、ギリですね、うん、でも桜のシーン入れたいよね、なんかね、なんとなくね、あ、うん、まあそうね、ロケーションと時期でもね、冬っぽさは出したいなと思ってるから、うん、撮影今年の冬に入れてれば冬の時期に撮りたいですね。7月末ぐらいかな。うん、多分脚本と同時に演者はいけると思うんですよね。うん。うん、練習でね。うん。要は多分脚本作る中で、この役はこの人っていうのをなんとなく多分決めながら多分書いていくと思うんで。うんうんうん。これは多分同時進行だと思います、ほぼ。OK。いや、一回本完成させて、一回演者さん集めて、そこで話し合いましょう。だから、7月末までに本を完成させて、8、9ぐらいで練習？なんか多いかな。え、みんながどのぐらい集まれる方かですよね。配信者、演者さんは基本的にあのフリーですよ、ニートなので、、うん、集まってくれると僕は信じてますね、うん、8級を練習とその絵作り、よし君とっていう、あとロケハン行ったり。そうですね、8級で、10、11、12とか、その辺で作っていけたらなとは思ってるけど、うん、やっぱそのスケジュール作ってくれる人とかも必要ですね、やっぱ制作スタッフ必要ですよね。いや、制作だから2、3人ぐらいた方がいい。いや、本当にね、もうね、いや、本当にね、もう死にそうなんだよ、本当にそうだよね。要は全体スケっていうのも作んなくちゃいけないし、こういうね、そう全体スケ、その何月から何月、うん、全体スケもそうだし、個々のね、その日々スケっていうその一日のあれも必要だし、うん、あと、ね、どっか地方行くのか知らない、まあ行かないでしょうけど、どっかね、うんうん、じゃあ2日間泊まってやるな、そういうのスケジュール組んだりとか、うん、ある程度なんとなく分かってる人もいいんだけどな、スケジュールは、ね、絶対これ無理っていうのあるんで、うん、ポンポン行かないから、まあそれは僕も一緒にね、また打ち合わせしながら、うん、これじゃちょっと無理とかっていうのは出てくると思うんですけど、うんうんうん、当然ただなんとなくざっくりはイメージ分かっててくれた方がね、ですよね、うん、このシーン撮るのはこのぐらいかかるだろうとか、うん、
このぐらいになっちゃうと時間的に日落ちちゃうからこっち先取った方がいいなとか、そういうの全部考えながら作ってほしいんで、うん、なかなかやっぱディレクターとかアシスタントディレクターとかそういうのを目指してる子とかが、ね、うん、いるといいですよね。学生でもいいのでですよね、うん、しっかりした人がそこは欲しいな。確かに、これ日々つけなんですけど、うん、こういう感じで、うん、あのいつどこで何時に、うん、で集合で 日が何時に出てとか、うん、で、何時から何時にこのシーンのここの、うん、をで誰が出るとか、うん、こういう風にこういう感じで、うん、でこういうので何が必要とかそういうのを書いとかないと、うん、なんかどっか借りる時とかその場所とか、うん、こんな感じで撮るんでみたいな感じでこういうのを出さないと、うん、何時に終わるのかも分かんないんで、うん、こういうのがっちりこういうなんか資料作るの好きな人みたいな工場表とかでしょ、うん、要はがっつりもうスケジュールバンバン作ってくれる、うん、ね、すげえマメじゃないと無理だよね。だって何時に集合して何時から開始とかこういうの全部考えてくれないと、うん、だからあの人は何時にどこら辺に住んでるから何時なら集合できるかなとかこの時間じゃ来れねえなとかそうだよね。そうするとじゃあ前日泊まってもらわなきゃダメだなとか、うん、ね、ほらそこの施設の使用時間も決まってたりするからですよ、ね、遅れられないじゃないですかみんな、うん、じゃあメイクはどっかで車の中で外でしちゃってからそっち入ろうとか、うん、そういうのとかもいろいろ考えなくちゃいけなくなってくるんで、うん、なんかそういうのが好きな人がいるといいですねポンコツだったかうん、俺がやるしかないから大変でしょ、うん、脚本を7月までに作ります。やっておきます。で、その後ロケ班とかが入るのか。で、8、9に演者さん集めて精度を高めていって撮り始め。もう演者って何となく決まってるんですか？ね、頭の中ではこの人にこれはやってもらおうとは思ってるんですけど、うん、多分配信者なんで大根なんですよほとんどの人が。だから喋れる人、あのプロの役者さんもいるんですよ何人か。だけど一回ちょっとこれはあの映画の趣旨はずれるかもしれないけど、彼ら配信者じゃないですか。彼らも配信つけることをもうあの拡散する要素の一つであるし、彼らもそれでネタに提供できるわけだから、彼らにも旨味がないとダメだと思ってて、一応その本読みとか撮影現場で配信つけていいですよ、まあつけてたらダメな時はダメなんだけど一応 OK ですよっていう許可は出そうと思ってて、
で、一回、その、演技は見ようかなっていう、思ってますね。こっちで当てはめるんじゃなくて、一回資料を作って何人オーディションで、じゃあこの事前に渡していた資料を渡して、このセリフってこうやってやってみてくださいっていうのはやろうかなと思ってますね。でそこでもしかしたら、あの人の方がいいんじゃないっていうのが出てきたら、まあ入れ替えていって。だ基本的には、僕の頭の中ではこの人はこれだなっていうのはある程度あるんですけど、まだ確定ではないですね。オーディション早くやった方が良さそうですね、これだとね、このスケジュールで行くんだと。どれくらいで行きますか。本できる前にやっちゃってもいいですけどね、オーディションってね。オーディション本できる前にやっちゃう。なんとなくイメージはもあるわけじゃないですか。うん、だったら、それでもいいと思いますけどね、並行してやってっても。別にこの本読んでもらう必要は多分ないんで。うん、そうですね。まあ、ある程度だから、その、こういう演技をお願いしますっていう、3、4パターン振っておいて、ね、オーディションも映像を撮らせてもらって、はい、あとでそれは見てっていうのをよくやるんで、それは、それこそここ全然いいと思うんで、うん、ここでオーディションやらせてもらったら最後だと思いますよ、ここでね、あとでお願いします。始末ぐらいに何月ぐらいにやります、うん、一応6月の23までちょっとバタバタしてるんですよ。なるほど。じゃあやっぱ7月頭にオーディションできたらいいですよねと思うんですけど、どうですかね。前半、いや、やりましょう。それで多分動いていかないと多分そうね、多分止まっちゃうから行かなくなっちゃうから、そう、4月の前半にもうオーディションやっていくっていうのを告知打ってやっていきます。そうですね。で、はい、脚本が7月から8頭ぐらいにできれば、7月8頭、はい、8月と9月でロケハン空いてる時に多分できるんですよね。じゃあ8、9にはロケハン&ロケハン&まあそれやりながら多分本読みとかも多分なると思うんですよね、うん、了解です、うん、じゃあ8、9はロケハン&本読みと、うん、撮影は10月うん、10月から、うん、いけるか。11月、余裕持って11でいいですか。まあそうですね、準備含めて11月から頭ぐらいからできたらじゃないですね。ただ全部これ冬のロケーションになってきますけど大丈夫ですか、ね、大丈夫です。で日も落ちるの早いんで、まあ、室内とか全然いいんですけど、うん、日も落ちるのすげえ早くなるんで、うん、そこは了解です。もちろん朝もですけど、朝も暗いんで、うん、まあ、この中のね、一個でもなんか撮り始めていけばいいと思うんですよね。うん。うん。多分部屋のやつは簡単なんですよ。部屋の中で演技してくるし、ゆっくり撮れるし、そう、レンタルしてる時間さえあれば。で、といっても、尺10分なんで、うん、で、恋愛のももう。これ全部で30分。全部で30分。全部で30分。全部で30です。いや、10分。10分で。計30分。そうです。ああ、じゃあすぐ撮り終わりそうだな。そうなんですよ。実は。実は、うん、そう。そこはハードル下げてあるんですね。あくまで1本目はショートでいくっていう。うん。そうですね。まあ、いいの撮れたりの、少し伸びるぐらいはいいかなと。そうですね。じゃあ4月末に、4月前半にオーディション、オーディション、4月末までに僕は脚本完成で、8月9月はロケハン&、稽古で、11月頭から撮影。そうですね、撮影で、まあ1月までに終わればいい。うん、2月ぐらい撮影自体は。うん、そうですね。まあ僕もずっと連チャンで、ですよね。ね、例えば、まあ、土日連チャンとかそういう話別ですけど、うんうん、ガーッと1週間、うん、2週間でできないから、うん、無理ですね。だから精度を高めて1日で、そうですね、グッて取るって感じですよね、うん、か、まあ土日でとかで、
まあ、2月まで、2月末まで見ておきますか。まあ、気持ち的に、はい、なんとなく、はい、2月として、2月末まで。でも多分すぐ編集できちゃうんですよね、これは多分この尺なら。この尺はそんなに。うん、多分し、まあ、その MA の作業、音の制音作業が何だと言うと、5月ぐらいまで回せしてんじゃないかな、多分。だからまあ、夏までに無理ではないですよね。無理ないです。1年かければいけますから、うん、これは。まあまあ、まあ、いい感じかなっていう。もうじゃあ今日からオーディションのあれを受け付けましょう。了解です。それ、僕、資料を作っておきますね、その、報告で打って。って言ったりとかしたりとか、あとなんか Google フォームとか最近あるじゃないですか、はい、あれとか使って、Google フォーム、うん、僕その辺あんまり詳しくないんですけど、 Google フォームとかああいうの使えばね、なんかあれ無料で多分なんか、うん、そうですね、フォーム作れるから、それ確かあのさっきの方知ってるんで、写真入れてとか、うん、ね、そういうのとか、じゃあ僕資料を作っておいて、その映画のその簡易的なやつですけど、こういう人募集とか、うん、で、フォームで、こうで、こうでっていう。そこになんか、あらすじというか、これのざっくりなのをちょっと、載せておいて、このぐらいの量で書けるぐらいの、はい、うん、があるといいかもしれないです。わかりました。Google フォームで問い合わせた。で、例えば、部屋でこのぐらいあって、うん、サスペンスもこのぐらいあって、恋愛もこのぐらいあって、このぐらいのなんか、うん、一個とか、ちょこっと、5行ぐらいのなんか、あらすじみたいなのがあったら、多分、わかりいいと思うんですよね。了解です。それも詰めていきましょう。今、あと何分か。まだ全然大丈夫ですよ。まあ大丈夫。まだだって5時前ですよ。うん、だんだん見えてきた。でもその恋愛のパート、もうそんなに演者いらないんだよな。だからさすが、あのね、恋愛の方は、主人公と女の子、ヒロインの女の子と、まあ、あと、同級生とかいればいいぐらいで。で、サスペンスの方が多分、バチャバチャしたり、その、なんかちょっと廃墟っぽいところを撮りたいな、なんて思ってるんですけど、ここにアクションバチバチに入れたいんで。で、部屋も、登場人物で部屋の方は2人しかいないんですよ、これ。こっちはゆっくり作っていこうかな、っていう。演技力必要なこっちの方なんですよ。ちょっと見せないといけないのか。まだ3月か、うん、7月は全然、うん、一緒にまだ時間あるし、うん、それ後でまとめたものを LINE で僕シェアしますね、はい、今回の議題について話し合ったことは、うん、それくらいかな、なんか、うん、有名な人出るんですか、その配信会では。配信会で有名な人出てくれるって言ってますよ、結構。単純になんかそういうのがあると、多分こういうスタッフってすげえ集まると思うんですよね。うん、そうですね、ブッキングもしっかりかけて、報告していきましょう、配信で。やっていきましょう。あ、で、そうだ。よし君とたくみさんの写真って撮れます？内部資料で。いいですよ、全然。フリッカーが出てる。
シャッタースピードじゃないですか。いや、50でやってるんですけどね。じゃあ、撮ってもらっていいですか。よろしくお願いします。あ、そんなガッツリ。撮る側っすもんね。ちょっとやめよう。撮られる側になれない。もっと猫背になって、うん、横ちょっと恥ずかしいっすよね。なんか撮られるっすね。こっちが顔でこっちが、うん、オッケー。ありがとう。撮られるのちょっと恥ずいですね。撮るがすもんね。慣れないな、なんか。慣れない。なんかやめてってなっちゃうの、なんか。スチームやるんでしたっけ。スチームやりますけど、うん、ちょっとやめようかな。なんか恥ずかしいな。恥ずかしいと思わなかった。改めダメが恥ずかしいですよ。ああ、わかる。改めです。で、配信者を問い合わせをかけて正式にこの人が出ますよっていうのを放送上で告知を打っていくと、うん、放送上で告知を打っていってスタッフと支援者を募っていくと。ホームページとか作れる人とかもいるんですかね。いないっすね、今誰かいる。そうだけどな、こんなんで、うん、見てる人いればですよね、うん、ホームページ欲しいっすよね、うん、ホームページあると便利ですよね。便利ですね。これ見てくださいね。話通じちゃうんでね。いちいち紙渡さなくても。うん。で、作るべきですよね。アドフィルムのホームページ。うん、なんか VIX でしたっけ、うん、VIX っていう、うん。で、簡単にホームページ作れる。あー、VIX ですね。VIX でしたっけ。VIX、うん。僕作れるんですけどね、作った方がいいかな。簡易的なの作れます？わかんないですけど、あった方が、うん、いや、時間ない、無理今、抱え込むと絶対ダメ。脚本書かないとダメ。やめよう、うん、やめよう。一人で抱え込むの危ないですよ、うん、それで減らってんだろうね。ダメダメ、絶対ダメ。いや、Google フォームでやって、うん。って感じかな。78人見てるんだ。コメントゼロで。どんな感じで見てんの、これを。俺、不思議なんだけど、なんでコメント書かないでさ、どういう顔で、どういう気持ちで見てんだろうね、これ。面白いよね。面白いのこれ見てて。80人が、おっさん3人が、こういう絵でね。でも意外とちゃんとやってるでしょ。大変なんだよ、本当に。裏で。もうこんな感じですよ、こんな感じ。もう。なかなか伝わんないですよね、裏方の苦労は。イケメンが来て。サプリくん声かけたいんだよね。あの子かわいいじゃん。来るんじゃん、サプリ。言ったら来るかな。来るか。あれ好きだもんね、俺のことで。大好き。サプリくどこか。かわいい顔した男の子いいんですよ、ジャニーズみたいな。それこっちの方の恋愛の方に主人公にしたいんですよ、ね、うんうんうん。女の子だよね、あとね。かわいい子。うん、あの写真やってる、なんだっけ、あの
ロマンちゃん出てくるねえかな。ロマンちゃんにこっちの方のヒロインやってもらいたいんだよね。部屋の方も、うん、なんかね、配信者がいっぱい出ても面白いっちゃ面白いですよね。今までないですもんね。今はないですね、うんうん、あとその配信者のお客さん、なんつうんだろう、総合的なイベントにしたくて、あの最初はやっぱ自分も配信に携わってるし、あのなんていうのかな、配信者もやればそこそこできるじゃんみたいなところもあって、やりたいところ、あとやっぱりそのなんだろう、リスナーさんっていろんな人見るんで、なんかいろんな人が出てる映画っていうのはこう見に行きやすいのかなと思って、映画館のところに。なんかその配信者がいつまでもそのネットやってるキチガイみたいな雰囲気を払拭したいんですよ。そのリアルでちょっと日の目当たってもそろそろ良くないみたいな、そういじめられすぎでしょみたいな、うん、なんかそこは風を開けたいですね。やっぱり便所太郎さんが格闘技のイベントやって、格闘技の人に配信知ってもらえたっていうのは、あれはすごい業績だなと思ってるんで、やっぱり業界の人とかも結構見てるじゃないですか、制作の人とか、あのテレビの人とかも意外とチェックしてるんで、なんかその配信者使いやすくなる流れを作りたいなと思って。それが6月にあるんですか？ん？あ、6月に殴り合うんですよ、僕。いや、脚本伸びるかもしれないですね。怪我するかもしれないから。あ、もう大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。怪我した方が書けるかもしれないです。面白いね。うん。そうですね。だ、物書きの人とかね、いるとね、面白いんだけどな。アイデアとかもらったりとか。なんかどうした。かっていうと、このサスペンスとこの2つに関しては暗めというか、うん、なんかそういう暗め、ああ暗めね、うん、絵作り出したいですね。照明は誰かすげえ専門の人がいてくれるといいんだよな。いないっす。照明すげえ重要な、重要っすよね。それこそだから芸術系の人と、その本当はセットじゃないけれども絵作りの世界観とか打ち合わせたいですよね。コメント少ないよ。そうですね。でも恋愛の方はフラットになんかこうもう本当綺麗にシンプル爽やかに。これ春がいいですね、やっぱね。春。最後ね、クライマックスのシーン、春でね、ほんのり終わりたいな。恋愛の方は、あの、すごく、もう本当にピュアに撮りたいんですよ。それこそ、あの、なんか、なんだっけ、あの、PV あるじゃん、桜。ああ。あるじゃん、ヒュルリラ、ヒュルリラ。あんな感じの爽やかな。ちょっとね、白身がかった少し眠たい感じみたいなのこう回想シーンとか入れたり、なんか爽やかに撮りたいんですよね、恋愛の方は。ベタベタっていうぐらいで、そっからドーンって突き落としたいんですよ、こっち側で。なんじゃこれって感じですかね。あとは音楽とかはどうするんですか。音楽は本当は一人いいなって思ってるアーティストさんが言ってましたね。いたんですよ、うん、でも断られちゃって。そう、うーん、音楽ね、うん、結構
重要な。いや、かなり重要ですよね。音楽保留で。音楽保留で。重要ですよね。音楽ってでも、そのエンドロールの時に流れる感じですよね。挿入する。挿入したくないですよね、あんまり。うん、あ、僕は最後だけでいいやっていう。ただあの、なんだろう、あれは欲しいですけどね、歌詞が入ってないあの BGM 的な。あ、もちろんもちろん、そういうのだと思ってるんですけど、うん、トラックそのサントラ的な、うん、さ、そうそうそう、うん、そういうのがね、なんか、まあ、でもそれ募集してたな、募集して、うん、それもね、Google フォームで募集したらなので来ると思いますよ。マジですか。こんだけいたら、いるでしょ、誰かしら。うん、それでやってる人。サントラか。サウンドか。サントラも募集、全部募集するって。そもそもこの企画がそうだからね。全力で他力本願で映画作るっていう。と思ったら、思いのほか忙しかったっていう。サントラも募集と。うん。うん、了解です。でも音楽は結構配信者作れる人いっぱいいるんですよね。うん、うん、精度高いの。だからカオスが参加してくれたらすげえ助かるんだけどな。なかなか思うようにいかない。もうすでに真っ赤ですよ。いやもう、いやもう本当、本当、本当ですよ。真っ赤ですよ。でもね、俺ね、これね、ちゃんといいものできたらね、一発跳ねるつか話題にはなると思うんだよね、これ。今まではさ、配信者の中で配信者の中を競うみたいな感じだったけど、配信者がこれだけ出てちゃんと映画の畑でやったら面白いと思うんだよね。うん、うん、なんか見てくれる気がする。で、酷評してくれる気がするぶったたかれる気がする、うん、ね、でもよしくんプロでやってるわけだし、うん、この辺は技術をお借りできるわけだから、うまくいきそうな気はするんだよな。勘だけど。結構当たるんですよ、僕、こういう勘。儲かったら、あの、ちゃんと山分けするんで。うん、な感じですかね。じゃあリスナーさん一旦閉めます。皆さんありがとうございましたということで、頑張ってますので応援よろしくお願いします。ボランティアでスタッフやってくれる人を募集してますので、なんかやる気があってちょっと映画私も一緒に作りたいとか、暇な時手伝いに行きたいっていう人は僕に連絡ください。あと演者さん、ね、7月の前半にオーディションをするんで、本当に、出てくれる人は、事前に連絡しておいてください。僕の方からも、後々、ご報告させていただきます。ということで、会議内容こんな感じでした。お疲れ様です。おつおつ。バイバイ。